こんにちは。はいはいはい。リュウさんから電話があって、あの卵を産み出したという連絡をもらいましたんでね、ちょっと見に来ました。あのこの間の鶏が卵を産み始めた、もう2日ぐらい前からね、産み始めたみたいで、ちょっと見に来ました。ほら新川さん、こんなほらほら、おう、5個な。うん、こういうのが産んだったってことだ。メス、2匹メスやったたいな。うん、こういうとやっぱりメスだ。あ、オスかちもだよ、メスやったたや、ほら。なかったのに、なんじゃ。メス。これもオスやな。あー、もうよかったな。うわうわうわ。もうな、第1話、抱かせんと。食べる？あ、いいですかい。まあ、だ、抱いとらんかったでよ。あー、いや、小屋を作ってやらんねえかな、その卵を抱くようにね。小屋をまた、そこに育児放棄しとって書いてもらってよ。よし、じゃあまあ、だ食べとけ。第1号はない、おっかつちょっと持っていいんだよ、うちはらごめんね。人間の、じゃあ、私利私欲のためにいただきます。いただきます。ごめんね。わいろにこすっとにうんじょっとじゃねえだいが、何よしすせいち思っちゃうかもな。なんかこれじゃ全然分かってないんだよ。なんかできたって思ってるばっかりだよ。が、なんか茶色やな。うん。おお。よっしゃ。ウイケット。ないな。ウイケット今から。ウイケット。あ、1個100円で500円か。国道沿いで。新鮮な卵多いっすな。いけんすかね。もう石灰やって秋行こうかいね。温泉卵。出た温泉卵よ、温泉卵。わざわざね。おいとも食べたおこらかでしょ。じゃあどうかな。リュウさんはいたおこらかさで。味は一緒やどうか。温泉卵。なも温泉で相性が、ゆでは、湯がこうが、味は一緒やどうか。いけんじゃないかな。比べたおこらかでな。うまかうまかち動画で言ったのによ。いやまあね、ほわほわよ、ほわほわ。さあ、ただ、そう、湯加減で、あの、あれじゃねえってや。じゃあかもな、温泉卵やでな。味がすっとかち持ったわけよ。あんまかんまかちゅうで。うん、味しような味。あの、この間、温泉たけのこ飯か。あれを作ったところに行って、はい、こういう温泉卵、ね、温泉卵にして食べたいと思います。はい。じゃあ、レッツゴーやな。はい。はい。ごめんね。いただきます。来ましたね、皆さん。瀬古丼が明日ひなの里、うなぎ温泉。卵を持ってきたな。はい、した。持ってきた卵を。持ってきたな。じゃあ、はい、した。ひなの里ってない。ひなの里。ひなの里。ああ、鶏のひなやかも。鶏こちょっとだろうか。わからん。じゃあまあここを登っていきますね。もう何度か来たというね、ここは。ほらまあ撮影にはね、これずっと上がっていきますね。卵をまあその温泉のね。珍しいよな。砂蒸しに入れみりゃよかったね。砂。じゃあ。ああ、この砂蒸し。おう。あえてやってみよう。ほんとでもこれか。50超えちゃった。じゃあ、リュウさん、ここはよ。ここはもう普通にあれやっと。普通にゆで卵がでくいわけよ。うんうん、でくいわけやって、ほら、ここは。うんうん、もう、うっちょって、温泉でもよ、温泉宿でも。じゃあ、秋か。今、歓迎した。こんまいた砂浜、塩が怖いけどか。なスコップはなかね。いや手でちっとバカ掘ってよ、棒切りかないから掘って、そぎ入れみっか。あ、ここででくいか。みっちょれば海の底やつ。掘ってる。掘ってる。じゃ。そうだか、もう変更やね。はい、ここはもう今日は行きません。はい。じゃあ、あっち砂浜に行きましょう。スコップが。な。なんか木入れかないから掘ってよ。木切れかないかね、よかった、ちんとばっかほらわずずかそういうほら、まっちゃよかったってほら。じゃあ、行きましょう。はい。50度で、何分かかわかんね、時間が。はい。はい。来ました。来ましたね。ここほら。はい。前、なげ砂浜掘って、砂蒸ししたとこやな。はい。はい、浜町上温泉、ここはほら砂浜が、お湯が出たわな。はい。で、こうほら卵、うなぎ温泉でやろうかと思ったけど、まあそこはできるのは分かっちゃうわけよな。みんな来るから、ほら、ゆで卵を作りに。はいはいはい。でこと分かってて、面白いねと思って、急遽ね、変更、ここに来ました。あの砂浜に、入れて、はい、砂蒸し温泉か。はい。砂蒸し温泉でゆで卵ができるか、検証実験やな。あ、みっちょけば、砂浜は海の底やでさ。
福掘れ潜って福掘ってボッキリ突然やったぜほらんなこと突然あのカメラゴラの皆さん突然本当に急遽ねひらめいたもんだから犬ケイトラには積んじゃらんないがスコップを捕まっとけ休んとけいやスコップよから俺銃刀法違反でスコップは捕まったって言ったっけ言ったよまあまあ行ってみましょう中竹切れかないかでほらよかちょもはいでまああの実験ゆで玉はできるかね、はい、砂蒸しで五月砂蒸し温泉で、はい、山川か山川砂蒸し温泉でこのゆで卵ができるかな何度あったとか温度はわからこん前最高あの差し込んで50度まで上がったよ ね, あったよねだからちっと掘れば60度ぐらいまで上がるんじゃないかねで温泉あ卵地をゆで卵地おげたゆで卵作っておきな沸騰させるとんじゃって時間はかかるとか知らん沸騰させて10分ぐらいかかるとかんげみりゃみっちょらやはみっちょらほらあひいちょいねひいちょらおまたあそこまで降りていかんねん結構見ってる方じゃねえとこんた登ったおじったやのさんだよなここから登ったおじったや食いまでどう車両通行止めわけよ雨降や雨降やスリップして上がらんわけよこん前もじゃったから俺食いまスリップして上がらんじあいた持ち上げたよわぜかわえくいまよ 4WG に改造水ができんか自分でできんぞあできんか歩いていっとかお前っとで車の中でなあ龍さんはくいまで俺聞くやんなあ車両通行止めやったから雨降やなじゃでこかほら登らんわけよスリップしてあお前晴れた日やたち登らんじゃあっぱったでほらなんでいや登らんじゃ龍さんはおさくるってあれやから降りるぞ荷物を積んじゃら登りとかじゃあかもな1トンばっか積んで、うん、1トンばっか積めやがいかも1トンばっか積めやがいかもエンジンが回らんだよなうんまあ滑りそうやらよくはねいやこいかしたがここでうっぱまったでほらこんまえもなこんまえこんまえこれでうっぱまったたよああそのお前のそのなんていうのハンドルさばきな進路のここやってこげんな急なここでよここでこあのタイヤが持ち上がったわけタイヤが持ち上がって今金網にあ激突したおもうバッタイガンよかったよかったよこっからしっちゃレンジうわあだからねなんかホイもスコップをスコップ、うん、スコップよスコップスコップだけでホイが竹で、長竹でを肩か、お、キノコがあったか、キノコあこキノコも、お、食べこれも煮て食えば、リュウさん、うん、おや、捨てたら、当たったんだよないが、ない、もう頑張ったな、リュウさん、あなたこうちょうどよかったのかな、投げねうっかりよくあるなんかたうっかりは投げあ、よか、ちょうどよか、ここあった方がなんかほんまやな。うん、よか。ほんまか持ち行こうか。わぜなんかまた。ええか、そのまま引っ張っていって。引っ張っていって。うごろか。うごやかたいって、うごやからで。よし、そんなら、ほりま、湯気が出ちゃうよ、腹、キャー腹。おー、湯気が出ちゃう。見える。あ、映った、映った、映った。うん、映ってる、映ってる。かなり温度が上がっちゃうな。よっしゃこれいけそうやなうんな、ほってほりかこわで、ほってこんまや来た時、おかばぜこんまやよ、みっちょったたぞ今、ひかひっちょったほらこんまや、こんまやこわたいず、もう海やった時じゃっと、こわたいずおーやってわからんやったぞおーこれ、ほかた本見ろかうんもうちっとほらよかか、向こうやりゃ、ほら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 いいだ、こわ、わ、でか沸騰してるわけやねんぞ、ほんと沸騰してたのか沸騰してるわけやねんぞわ、ゼロな中で沸騰してそれがまあまあ、一般した、一般した沸騰しちゃったほらなほらほら、わ、ゼこっちは、かゆいわ、かゆいわ、かゆいわ、こっちは